イレブンの最新作2020が発売するまでのつなぎって言ったら怒られちゃうんですけど、たまたまね、あのツイッター等でもこの間の動画でも言いましたけど、たまたま2013がね手に入っちゃったんですよ。ひょんなことから。だからやっていきます。今回はビカムアレジェンド、はい、新規でいいの？これ誰でやろうかなってすごく、欧州地域か南米地域かで選べんのね。欧州地域で誰でやろうかなってすごく迷ったんですよ。で、香川選手でやって、これ多分この時香川選手ユナイテッドに所属してるんで、これスーパースターでいきます。10分、移籍多い、選手の成長あり、クラシックあり、オートムーブ。オートムーブって何？向こう香川選手でやろうかなと思ったんですけど、いるんでね、これ多分。宮市でやっても面白いな。宮市選手で。ユナイテッドに香川選手いるんですよ。ほら、ね、いてるでしょ？やりたい！だけど、アンケートを取った結果、ダントツでナンバーワンの選手がいました。本当の実年齢は34歳。しかし、肉体改造を、行い、あの仮面ライダーをこう生み出す期間にですね、ちょっと身を投げてですね、肉体改造を行い、精神年齢は34歳、肉体の年齢は20歳っていうですね、名探偵コナンみたいな、そういう状況の人間が一人いるんです、世の中に。察してください、私のチャンネルなんで。バーチャと2 バーチャとバーチャットバージョン2です。出身はオーストラリアです。はい、英語は喋れません。オーストラリア生まれですけど英語は喋れません。右足、これバーチャットの実況あんじゃない、もしかして。あるよね、きっとね。ウィニングイレブンだから。バークリーないの？は？バカ、バカでいいか。バカでいいや。ユニフォームネーム、ユニフォームネームバカでいいや。オッケーオッケー。バージョン2ですから、まあ顔はやっぱ若干変えましたよ、バレないように。世界にあのこの人がバーチャットだってバレるとあの怒られるんで。で、モーションだよね。モーションを考えなきゃいけないんですよ。モーションを。ドリブルモーション。姿勢いいやつがいいな。4か。3か。フリーキック。ベッカムみたいなやつがいい。どれだろうな。これかな。5っぽいな。5にしよう。PK の蹴り方はうざいやつがいいですね。これでいいよ。これは何でもいい。ゴールパフォーマンス、これよ。モーションはちょっと内緒にしておこう。ゴール取った時の楽しみですね。はい、これでいきます。得意なポジション、レフトウィングだよね。レフトウィング。選手の能力タイプ、ユーティリティ、シューター、ゲームメーカー、ドリブラー、スピードキングでしょ、そんなもんは。スピードキングでしょ。パスなんかいらないんだよ。ドリブルともうあれでいいんだよ。これ、ドリブル、これでいいか。選手の能力を決定しました。能力を確認して問題がなければ丸。え？どうなってるこれ。あ、めちゃくちゃ足速い。瞬発力84、ドリブルスピード89、トップスピード85。まあいいか、これで。逆足精度高っ。それバーチャットなの、本当に。マジで言ってます。いいだろう、チームで検討してみよう。うわ、やべ、楽しみになってきた。やば、いい返事を期待してくれ。これから君の入団会見だ。さあ行こうか。まだ世界にはバレておりません。この人がバーチャットの改造人間だということが。
全く同じじゃん、2012と映像が。使い回し感半端じゃないな。新しい研究にチャレンジできることを嬉しく思います。こういう声です、彼は。来たね、バーチャットバージョン2、元いバカ選手。入団会見お疲れ様。今日から RKC ワールワイクに合流だ。クラブ検索をして交渉の要望を出してくれ。いい、頼むよマジで、君にかかってんだから。プレミアリーグ行きたいから。はい、とりあえずマイデータを確認しようだって、まあ、なるほどね。強化ポイントとかでこう分けられる。もう犯罪者みたいな顔されてますね。どことなくダルオスに似てんだよな。クラブ検索をしよう。クラブランキング、いいよ。だからもう、アースナル行きたい。アイテム、アイテムなんかあんの？アイテムを利用して選手の育成を有利に進めることができます。オンライン対戦で遊ぶと手に入るアイテムもあります。一度使用して効果を得ると消滅するアイテム。選手のポケットに入れることで効果、そんなのがあんの？楽しすぎない？スパイク。はい。試合でマンオブザマッチ。はい、取ると、スパイクが手に入ると。めちゃくちゃ楽しいじゃん。これでどうすんの？これ日程進行していい？アイテムなんかないでしょ、だって今。ショップあんの？ショップ。あ、GP で買えるんだ。へぇー。これ出番あんの？だって私。監督評価、センターフォワードが3位なの？僕。レフトウィングは違うんだ。あ、ロドニー・スナイデルいるじゃん。トップ下に、マジで。もし君がサッカー選手として限界を感じたならば、引退宣言で引退宣言すればいい。なるほどね。オーストラリア代表には入ってない。まあバレてないからね、まだ存在を。ケイヒルとか選ばれてますね、ちゃんとね。ケネディとかね。で試合かな、試合ですね。練習試合って言ってた。今日の試合、監督は君をスターティングメンバーとして登録したようだ。頑張ってくれ。マジやり。はい、マイデータ見させすぎだって。分かってるって、把握してるから。フォーメーション、バーチャット2は左ウィング。 OK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  絶好調じゃん。コンディションノアシェラン、はい、絶対こっちの方が強い。なぜならバーがいるからな。こういう感じですね。いきます、キックオフ。さあバー行くぞ。改造人間なんていうことをバレない程度に活躍してください。もう頑張りすぎるとバレ、ちょ見にくいな、この画面だと。俺この画面だと無理なんだけど。ちょっと待って、これ無理。これでやれます。ボールがどこにあるのか全然わからん。サイドへスルーパス、ボールを受けます。くれ、これ R2 で呼び込みだよね。来た、バゴーン。ちくしょう。これカメラをボールと切り替えられないのかな、 FIFA みたいに。できないんですかね、それは。ナイス、ちゃんとね、献身性を見せて。あ、いいよ。バカ、バカって呼ばれた、マジで。いいよ、こっちに来ちゃってます。いや、ずれ込み、ずれ込み、来た、シュートだ。ああこれはいい位置で奪ってのシュートでした。いやいや、頑張ってる。頑張ってます。アクセサリー類が忙しくてうるさい。これもウィンガーなんで、あんまりこれ戻らずとも、ここで待ってるっていうのも必要なんでね。スルーパス、打てるでしょうか。大丈夫、何が行われてるか全然わからん。何が行われてるのか。やばいんじゃないの。ナイス、キーパーキャッチします。これもなんか見づらいな。プレイヤーで一回やってみるか。ハーリークロスのアイディアは面白かったんですけどね。キーパーとディフェンスラインが混乱するというのをやりたいですね。いいよ、いいですね。酔うな、これ。いいよ、これ、ダイヤゴナルだ。はいはい、はいはいはい、繋がっていく。めっちゃ見づらい。オッケー、後ろへ流す。どうしよう、一回戻すよ。エンリコ・ドロスト、
ほら、ワン、ツー。スタンス。うまい。渡ります。いやあ。私に来た。バカ。少しいい形になりかけた。もうこれスピードで抜けたいしない？バーだから。ほら、いけるいける。いけるぞ、ほら。ナイスパスだろ今。渡ります。さあ旗は上がらない。うまい。どうだ。いやー惜しかったな今。ノアシランとしてはゴール運びはできてるんですけど、なかなかフィニッシュまでいけないですね。いいよ、うん、いやいい、これチームに溶け、そういうファジーパスやめて。どう仕掛けてきますかね。お、マジスルーパス出してくれるの。いくぞバー。ボール繋がります。キックフェイント上げます。速いボール上げてくる。いやダイレクト、やったバー何もしてないけどバー何もしていないが、いやこれ良かったですよね今の。バーはどこで何してました今。勝手に滑ってたけど今後ろで滑ってただけですけど、めちゃくちゃ楽しいじゃん。いいよいいよ、味方頑張れ。ナイスナイスナイス。あるんじゃない？あるよ。今呼びまくってるけど俺一人で。ピッピッピだろそれ。やばい、変なことしちゃった。大丈夫、止めて。ナイス。やばい。シュート。ああ。おいおい。ノアシャラン。振り出しに戻します。ここで同点。何が起きてました今。ガンガンにやられてるじゃない。一番開けてはいけないゾーンですよね。これでボールを追っかけながらこのカメラだったらどうなの、やりづらいかな。試合は振り出し。さあどうする。ナイス。これは取られてしまいます。いいよ今私。さあ右へ預けて。奥で待ってるから全然パス来ないけどね。さっきからもう1点追加点許すのはダメだよ。ボールは渡る。ボールを上げる。バカも。オッケーオッケー。いやいやいや。このボールはクリアです。ナイス。よし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 。さあここで前半の終わりを告げる笛が吹かれます。ちょっとバーの良さがまだあんま出てないんで、ここまでいかがでしょう。ドリブルさせてくださいよ我々に。時間帯がありましたから。前半は1対1の同点で終了しています。 OK。 はい。さあすでに後半は始まっています。はい、いけるいける。バーなら早いんだから。クロスがクソ。そう、競り勝って。バカも左サイド外使われていく。これ取ってカウンターね。カウンティー感じ。へいへい、空いてる空いてる。我が空いている。そう、もうバーのスーパー自己中個人技作戦でいきます。左サイド上がっていくところ。うめえな相手も。ボックスを見ながらカウンター要員として私は前線に残ります。つながります。ただずっとこうやって攻められてるんですよね。ほらほらほら、あぶねえ。ちょ頼むよマジで。え、交代させられた、もしかして。我右上になんか出てきたけど、これ交代させられたんじゃないの。もう終わるかな、もう終わるな、この試合。あるか、終わりか、終わりだい。ここで主審、試合を止めました。はい、着つかず。まあ私の評価点がどうだったのか、バー2の評価点がどうだったのかっていうな。バー 6.5 だったらまあまあじゃないの。まあまあではない。はいはい、序列は変わってない。新しいニックネームを獲得しました。ウェールズの魔術師は。ちょっと待って。何、ウェールズの魔術師って何それ。ジャックナイフ、ザ・スナイパー。何個獲得してんの。これも LDBG 始まるよね。
またを代表せ、まあそれバレてないんでまだ。本国にもこいつがバーチャットってことバレたらまずいんで、これはね、招集されない方がいいんですよ。された時がめんどくさいから。どうやって説明した？ベンチスタートね。オッケーオッケー。いいよ、もうベンチで途中からのスーパーサブ要員でもあるんだから、バーっていうのは。はい。17歳だったんだ。アーリークロサー。バーチャット2のですね、市場評価額、1、10、100、1000万、10万8800円です。嘘だろ10万は？マジで言ってんの？はい、キックオフ。これ出番まで飛ばせないんかな、これ。フエンテのキック、どうだ、上げてくる、来た、危なっ。クロスが入る。うわ、あ、いや、トゥエンテ、ルーク・デヨングとかもいるじゃん。強いな、強いですね。ちょっと前半終わりそうだけども、まあ、前半に出番があるとは思ってない、さすがのバー2も。ここで前半終了の笛です。はい、前半戦についてのコメントをお願いします。まだ出番ないの？もうちょっと出して早く、バー2を点取るから。エルカー製ボールになります。お、来た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 。バーチャット2の交代です。犯罪者みたいな顔してます。エールディビジデビュー。左ウィングね。オッケーオッケー。もう点取るよ、これはマジで。我々は、私は。ユングスレガー、いいよ、よし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 、バーゴール見せよう、バーゴール2を。どうだ、いやエルカー生としては左サイドの攻撃が多いですけど、あまり機能してませんよね。左サイドの攻撃が多いけど、あまり機能してない。攻めてもいいと思いますよ。つまり私が入ったことによって機能すれば、監督も認めてくれるっていうことでいいですか？攻め上がっていく。新天地で見せてくれるのでしょうか？やばくね？ナイス。うわー！なぜ？マジで？チーム全体が攻撃にシフトしたことが価値ありますよね。そんな感じ？いや、これ見せるしかねえよ、バーガー。さあ、トゥエンテ、このそこでプレスバックしてボールを奪う。いいですよ、いいんじゃないですか、今の一連の動きは。だいぶユングスレガー、いいね、いいよ、来い来い。何してる、バー2が決めるから、私、俺、いやーいやバー2 ヘッドで決める、やばロングスローから急にボール来たから、 QBK で四角連打したら、マジマジでバー2 ニアにぶち込んでいく。バーゴール来ました、急にバーゴール来た、それも QBK です。さあ、ご覧の通り、いや、シャドリにやられんなって。さあ、どうする、疲れてんのか、やばくね、よしよしよし、ゲーム終盤ですけど、まだわからないですよね。ナイスボール、起こるかもしれない、これも時間使うから。いや、そんなフェイントやってて、デヨング、細かいパス回し、はそのまま打つ、おいおいおい、何ですか、その何、その怠慢な守備、素晴らしいボディバランスでしたね。いや、もう1点取んなきゃダメじゃん。じゃあ見事な采配です。どんな形で時間を使っていくのかっていうのが大事。いいんじゃない、取られないでよ、すぐ取られるんだから、そこでナイス、時間ないから急いで。ドリブルで駆け上がる。さあ、どこへ出す、ヤンセン、はいはいはい、
絶好のパス。キックフェイントで、こう。はい。見事のパス。くれよ。なぜだ。いや、来るよ、クロス、クロス、クロス。よし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 。来た。バツヘディングで。クロス、クロス。クロス、クロス、クロス。クロス上げなさい。中央へ。バツが見せます。ダメです。ナイス。うわー、惜しい。いやー、なんかスローだな、試合が非常に。疲れてるからかな、俺みんな。ナイス取って、もう時間ない、アディショナルタイム1分しかないから。すいません、後ろに流す。さあ切り込んでいきます。何をされてます。どうだ、 OK、 クリアします。うわー、おいおい、終了のホイッスル。おい、まあ、ゴールできたけど、開幕は黒星スタート。バーチャー2 7.0 だけど、まだ君がどんなプレーをするのかわからないから、ちょ、早いな。徐々に周囲に理解され、パスのタイミング早いな。まずは焦らず、少ないチャンスの中でも確実にプレー、早いな。セリフ終わんの。負けはしたけど、はい。紙でできた男。おい、悪口やめろマジで悪口だろそんなの。ゴールの詩人黒ひょう。え、黒ひょうってあなたエウゼビオなニックネームですよ。じゃ、もう一試合だけやるか。もう一試合だけ。消化不良だから。試合後にニックネームを入手できることがある。手に入れたニックネームはオンライン対戦の、オンライン対戦で使うやつなんだ。なるほどね。スタメンなんねえかな。収支が確定した。お金？お金はこれ、何に使えんの？生産前の、あれか、108,800円は、市場価格じゃなくて、バーチャット2の貯金ってこと。少な。いきますよ、ケイクオフ。さあ、バー2スタメンですから、今回は。頼みます。9番背負ってんだから、普通スタメンだろっていう話なんですよ。キックオフとなります。ナイス。解説は北沢。あるよ。そして、ナナミさん。よろしくお願いします。いいよ、ちょうだい。どうも、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ほら、通ってる通ってる、見てまいります。来てる来てる来てる、うめえな。コーナーコーナーコーナー。さあ、これバー2は前回の試合で、前節でヘディングで決めてるんです。ヤンソン、そういうボール走らしていくスタイルね、バーを。さあ、どうします。ナイスディフェンス。カウンターかな。はいはいはい、中央駆け上がっていく。オッケー。僕は真ん中走るよ。このチームで一番若いんですよね。みんなが想像もしないプレー、発想、そういったことが期待されるんでしょうね。ナイスボール。え、お前オフサイだったんかい。何やってんの。俺が呼んでんだから俺にくれや。まずい。おい、ナイディーだね。前を向くことができるか。いいよ、それで。オッケー。さあ、ここでカウンター。チェックをかわします。はいはい、立て立て立て。クレクレマンになってるけど、クレクレマンいるけど、おいおいおい、ピッピよ。無理です。あ、行った行った行った。こぼれている。ボールを追っていく。クロス上げるよ。どうだ。はい。いや、もう縦横無尽に駆け回ってるバー2がだいぶボールに触れてる気がするけど、来た。これも打つ。おいおい。おい、なんで、どういうディフェンスそれ。油谷さん、抜かれてる抜かれてる抜かれてる場合じゃないんですけど。上げてくるか。クロスを選択。おい、ナイス。ナイボ。カウンター。もう実況にバカって呼ばれるんだよな、なんか。ほら、いいボールでしょ。はいはいはい、後ろ後ろ後ろに、何をされてます。ナイボ。よっしゃい、ナイス
もうみんなさ、もう自分が活躍したいから、もう自分がプレーなんだもん。まあナイス、ヤンセこれ、ヤン、ナイスナイス。これもね、要求してるんですけどね、我々は両方とも。いや、ナイスヘッド。フォアザチーム。チームが勝てばいい。いいよ、バーは頑張って追うから。追いのバーって呼ばれてんだから。さあ、駆け上がる。ナイス。スタンス。OK? バカ。OK? おーい素早いチェックからボールを奪います。ワイテンス。後ろへ流して。それ取れるでしょ。取れないんか。ナイス。はいはい。取られてしまいます。オッケー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 。もう一度。いやいや、サイドバックの人何され。やばいじゃん。ダイレクト。ナイキーじゃん。いいよ、縦行くの？オッケー。ヤンセン。どうすんの？おーい！ファンデルフ。うわ。渡ります。旗は上がっていません。ナイディー。オッケーオッケー。ここで前半が終了しました。これまた後半交代させられる可能性大なんで、ちょっと結果残したいです。見える結果を。ああ、交代させられた！あとは祈るのみだな。どうだ？うわぁ！おいおいおい！何されてます、本当に。いい形で飛び込んできましたね。あのタイミングで飛び込んできました。いや、ひどいな。難しいですよね。惜しい！うわっ！おう。うわぁ！ちょっと待って、勝てないのか。引き分けという結果になりました。バーチャー突然 5.5 って言われてるんですけど、はぁ？何ですか 5.5 って。はい、13位。うわ、評価下がってる、めちゃくちゃ。なんだなんだ。エル・グアヘで、ヘイレン・フェーンか。スターティングメンバーだって。オッケーオッケー。交渉はどうなったのこれ。あ、お金が貯まると代理人と契約できるってことなんだ。なるほどね、そういうことか。出場機会多いで検索したらエールディビジとかしかないから。いや、これうちのチームじゃん。普通で調べてみる。レディングか。レディングね。あとは、はい、エビアン、フィオレンティーナ、フェンロー。うん、だったらレディングか。なるほどね。レディングちょっと交渉希望してみようか。でアイテムでショップでこれ買えるの。なんか能力の個人練習プラスさ、能力のパラメータがアップします。はい、オールとかもあるのね。あ、こういうのも買えんだ。じゃあ1個買ってみよっか。これスキルブースト、これ個人練習プラス3変えるから。あ、選べんのこれ。選べるパターン、へぇー。いや、トップスピードでしょ。はい、これでトップスピードどうなったの。アイテムが装備できるってこと。なるほどね、トップスピード3。おー、なるほど、そういうことか。あ、話変わるじゃんこれ。で、今の能力がこれです。私、63になった。はい。スタミナがどんぐらいあるかですね。スタミナ67か。うん。
まあ、仮面ライダーのですね、あの技術を使って肉体の改造をした改造人間バーチャと2です。皆さんこれからよろしくお願いします。多分20本ぐらいだと思います、動画の本数で言うと。そこでどこまでいけるのか。まあビカマーレジェンドは割とこう労力かかんないんで、プレイも編集もだから、まあ継続的にね、出していくことはできると思います。20本と言わず、ただね、まあバーチャとかどんぐらいいけるのかやっていきたいと思います。ありがとうございました。さようなら。次回も見てください。